山川穂高さんの人間性、素晴らしかった。この日、ファーム施設にあるチーム食堂での光景。山川は施設のスタッフやチーム関係者、育成選手らのもとへ自ら赴き、西部から来ました。山川穂高です。よろしくお願いしますと、一人一人に挨拶をして回った。本塁打王3度獲得の32歳は平身低頭、鷹の門を叩いた。挨拶で再評価とか草、もうめちゃくちゃやな。元いた球団や、そのファンには挨拶できないのにな、さすがに迷惑かけた、元チームメイトには挨拶したんかな。阪神ファンのヤジはえぐいけど、西武ファンのヤジってどうやろ？もう、西武ファンもヤジすら飛ばさんフェーズやろ。福岡、ソフトバンクホークス名誉生え抜きの、山川穂高でいいですよって感じ。穂高はそろそろ許されてきたな。自身、松本人志、宝塚、和田、安楽、バウアー霧島、安倍派。いろいろあって忘れられた感はある。結果残したら、男の野球ファンは、なんだかんだ黙りそう。女の野球ファン、それでも応援できないってやつは、多そうだが。山川はやっぱり美しいやん。騒動がなければやってないだろ絶対。みそぎアピールのための出汁に使われる、育成選手からしても、反応に困るやろこんなん。